はい、どうも中井戸です。今回はサイゲームスが起こした大規模社会実験についてお話をしていきます。何があったかと言いますと、グランブルーファンタジーというゲームがトレンド1位になったんですよ。その内容がグラブル引退とでね、不穏な気配はしますよね。どうしたらこんなことになるのかと、すごいバグとかものすごい不具合とか、はたまた僕がねこのチャンネルで紹介してきたような詐欺みたいな課金ガチャでもあったのかと思うかもしれませんが、一切そんなことないんですよね。むしろパッと見なんで炎上してんのかわかんないと思います。なぜならイベントで大盤振る舞い、無料配布系のやつですね、やったわけですよ。まあ、本当例えると国から給付金出ますよくらいのレベルですね。誰も損してないんですよ。お金取られるとか時間取られるとか一切なくて、みんな何かしらゲーム内で役立つ高級なアイテムとか配られるチャンスがあるし、まあ外れてとしても損はしないみたいな感じなんですよね。じゃあなんで引退するのと、意味がわかんないよと、まあ傍から見ると思うかもしれませんが、これが面白いんですよ。これがね、再現マジックです。学者が論文書きそうなくらい興味深いですよ。今回はもう再現だからできるゲームコミュニティの燃やし方ですので、今回は非常に面白いその一部始終をまとめて皆さんにお見せしようと思います。それでは行ってみましょう。まずグランブルーファンタジー、略してグラブルについてなんですが、これね知らない方もいると思うので説明していきますと、リリース日は2014年3月10日ということで、かなり古いゲームですね。開発販売はサイゲームス。サイゲームスさんといえば、プリンセスコネクトとかシャドーバースとかね、あとはみんなよく知ってる馬娘などで知られてますね。このゲームのジャンルは RPG で、昔からよくあるタイプのモバイル RPG ですね。最初はモバゲーで配信してまして、そこからアプリ版 DMM 版等に展開していきました。でどんなゲームかというと、設定だけ紹介すると、空に島が浮かんでるっていうね、空島ですね。その空島が舞台です。つまり空島のゲームですよ。見てもらったら大体わかると思うんですけども、ファンタジーでね、昔ながらのポチポチゲームですね。僕は個人的にこのグラブルはこのイラストの感じですね、この絵の感じが好きですね。空に浮かぶ島が舞台っていうのと、こう飛行船みたいなね、飛空艇っていうのが出くるというところが異様に似ている。総空ファンタジーっていうゲームがね出るくらい人気かつ古豪中の古豪、古いゲームなんですけども、どのくらい人気なのか、ウィキペディアで調べてみたんですが、アプリ版が2014年5月1日に出て、で5月2日にテレビ CM 打って、で5月21日に登録ユーザー100万人で、その翌年の2015年1月に300万人、12月に700万、で2016年に1000万、2018年に2000万ということで、こうずっとねコツコツとユーザーの数字を伸ばしてるわけですね。で今は何人なのかというと2800万のようですと。でこのグランブルファンタジー、人気ある再現の看板タイトルってことで、グランブルファンタジー VS って格闘ゲーム出たりとか、あとグランブルファンタジーリリンクっていうコンシューマーのですねゲームが2022年 PS5 と PS4 で発売されるそうですと。なのでまあサイゲさんとしても結構力入っているタイトルってことですね。でそのグラブルのセルラーを見てみますと、いや売れてますね。2014年のゲームでこんだけ売れてたらもうガッポガッポですよ。ランニングコストが最新ゲームよりも安上がりですからね。古いゲームってやっぱ勢い落ちてるのがほとんどなんですよ。ただパズドラ、モンスト、グラブル、FGO あたりは今の基準で言うと低予算ゲームなんですけども、最新の10億以上の開発で作られたゲームより売れてるという勝ち組ですね。でこれだけのユーザー数がいる人気ゲームだからこそ、何かあった時にブワーっとね SNS、Twitter が荒れるわけですが、さて一体何があったんでしょうか。ではこの件を取り上げることになった経緯を僕視点で紹介するんですが、まずメール来たんですよ。なのでメールをですね一部抜粋して紹介していきますと、最初のメールが8月16日の10時頃に来て、なんだろうなと思って見てみたら、香港の方からのメールで、最近のグラブルはますます変な方向に変わっていくことが感じるっていう風な感じで始まって、なんか霹靂の証っていうアイテムがおかしいとか、なんか芝がどうとかっていう風に言われてるんですけど、こう最後に新しいイベントサマーフォーチュンが景品がおかしいという風な感じでメールが来たわけですよ。で、どれくらいの重要度なんかなと思ったんですけど、半分のプレイヤーが引退されるイベントかと思ったとは書いてあるんですが、無料イベントですから炎上しないだろうと。ツイッターを見てもそんなになんか炎上はしてないってなことなので、できればもっとね人にグラブル運営のヤバさを知らせたいってことでなんか僕にメール来たんですけど、この時点では多分炎上しなかったっていうのと、サマーフォーチュン1本じゃなかったんですよ。いろいろ細かい要素の中の一つというか、そこまで大した話でもないのかなと思って、これはスルーするかとしていました。ただ同じ日の16日の夜にもう一通来まして、中井さんはじめましてと、周りに知ってほしいアプリゲーの出来事なんですがということで、ツイッターのトレンドにも上がっているんですが、サマーフォーチュンという宝くじみたいな企画が炎上寸前になるほど荒れています。アンチラ事件の次に人々と言ってもいいほどということで、アンチラ事件といえば、僕もですね炎上したゲーム事件で取り上げたことがあるんですけども、
あれは相当な事件だったので、それの次にひどいってことはまあよほどひどいのかなと思いまして、なんかもう一通ね、あの追加でメール来てたんで、そこに内容が書かれてたのでそれ見てみたんですけども、まあ何があったかというと、8月1日から14日の間にサマーフォーチューンっていうイベントが開催されてたと。ではこの期間1日1回ログインするとフォーチューンカードというその宝くじの券がね配られて、で8月16日に当然発表がありますと。なんでその宝くじの券を集めてくださいよってことにユーザーのログイン促すイベントですね。で、まあ、1等2等3等4等っていうふうに4つ分類がありまして、で4等が下1桁の数字が1値なんで、毎日ログインしてれば下1桁がね1から9の数字が全部揃うようになってますので、最低でも4等が2つ手に入るっていう仕様になったんですね。でこの景品が何かっていうと、1から3等がすごい豪華な景品ですと、で4等がもうしょぼいゲームアイテムですと。そういうふうなイベントがあって、まあ、当選発表されたんですけども、4等2つの最低保証しか出なかった人、3等以上が当たった人でめちゃくちゃ格差があって、まあ、不平等が起きたと。で4等しか当たらなかった人が引退宣言をしたりとか、3等以上が当たった人がその4等しか出なかった人を煽るってことが発生して、そこであれに荒れて炎上したっていうふうな話ということですね。ただ僕はですね、この時点ではよく分かんなかった、内容の詳細知らなかったんで、まあ、皆さんもこれ聞いただけだとなんでそれで荒れんのって思うと思うんですよ。で僕もそう思ってたんで、なんかまあ無料でアイテム配ってで炎上して引退宣言、なんか大げさだなと。しかしですね、16日が当選発表だったってこともありまして、こっから加速していきます。17日の朝7時40分にも公開メール来てましたし、そこから10通くらいこの後メールがバッてくるんですよ。じゃあなぜこれがここまで荒れたのかってことが分かる情報をですね紹介しますと、あの僕に来た10件以上のメールの中に4000文字以上の長文メールが2通あったんですよ。4000文字ってどういうことかっていうと、僕のチャンネルの動画、まあ、結構長いと思うんですけど、それ大体まあ8000文字の原稿から生まれてるんですね。その半分とでもとんでもない労力なんですけど、まあそこまで熱意のあるメールが来てますと。ただそれをですね、まあ、全部紹介してしまうとですね、まあ、それだけで20分30分経過するので、まあ、一部抜粋して、あのグランブルファンタジーのまあアイテムの説明とかですね、そういうものは全て置いといて、まあ、ゲームがわからない方でもわかる部分だけ説明していこうと思います。まずですね、この景品の重さなんですよ。皆さん、スマホゲームのイベントのくじの景品、しかも3等以上が 50% ぐらい当たるくじですよ。その3等の当たりの価値どんぐらいだと思いますかって話ですね。まあ500円、1000円、高くても1万円ぐらいかなみたいなね感じで思いますよね。ところがこのゲーム3等の価値がなんと9万円相当だそうです。すごいっすよね。9万円っていうのはこのゲームでいうガチャ300回、天井1回分の価値があると。で、2等は10万円で、1等が数十万円相当。すごいっすよね。数十万円って。ゲームの1等で数十万円って聞いたことないぞと僕思うんですけど、4等がゴミということで、まあ課金イベントだったらまだわかるんですけど、まあ無料でこれだけの大規模なバラ撒きイベントのマジですごいなというのも思うんですが、でこれ3等以上 50% 当たるっていうのもすごいなと。これ聞くとなんかちょっとワクワクしてくるというか、あ、俺もなんかグラブル始めてログインしようかなというふうにちょっとね思ったりもするんですけど、まあ多分それが狙いでこうガッと集客するために始めたイベントだと思います。でですね、この要は3等以上の景品が豪華な割に当たりやすい仕組みですと。でツイッター等で見ますと、確率計算された方の報告では3等以上の確率はだいたい 50% ぐらいと。で結果が発表されるまでみんな16日を楽しみに待ってましたと。人間都合のいいもので 50% なら自分は当たると思っていた方が多かったんでしょうと。なんとなくね、確率 50% 当たるよって言われると、まあ、当たるかなっていう気はしちゃいますよね。だって50-50じゃないですか。選ばれたものと選ばれなかったものなわけですから、これが 30% ぐらいだったらまあね、角ドリル外すかなぐらいの気持ちなんですけど、 50% でもし選ばれなかったら自分すごい惨めじゃないですか。なので選ばれるかなと思ってたと思うんですが、結局発表当日ね、3等以上が当たると、さすがにこんなに枚数もあるしと思っていた方が4等しか当たんなかったってことで大騒ぎを始めて大炎上と。 Twitter のトレンドとかサジストにはグラブル引退がねハッシュタグ出てきまして、それだけではなく、なんかグラブルのねまとめブログさんの方には、普段の記事には100件程度のコメントしかついてないのに、本イベントの記事には5000件近いコメントがついています。また実際に気空団、まあ、ギルドとかクランみたいなものから引退者が続出し、アビ教官となっています。でさらになぜこんなに炎上することになったのかって要素なんですけども、これが非常に興味深くて、まずですね、3等以上の当たりっていうなった時に、なんとなくここまで話を聞くと外れか9万かみたいな感じのイメージが出てくるじゃないですか。要は外れの人と3等の9万当たった人、2等の10万当たった人、1等の数十万当たった人っていう風な感じになっているのかなと思いきや、そうでもなくて、3等以上が複数当選する人が多発したと。どれぐらい多発してるのか分かんないですけど、少なくともツイッターで見てる感じだと、こう
う当選自慢みたいなのがたくさん出てくるんですけど、いろんなパターンで3等以上の複数当選があったと。まあ、カードがですね13枚配布されるので、まあ、1枚のカードで複数当選することもあれば、複数枚のカードで2等3等が当選することも考えると、まあ、3桁の番号の一致ですからね、あくまで1枚のカードで複数当選した場合は1等と2等だったら1等だけ配布っていう対策が取られてはいたんですけども、しかし違う番号で当たった場合は当選した分だけ景品がもらえるってことですね。まあ、これによって、まあ、1人の人が 1,2,3 等全部当選とか、2等1つ3等2つとかね、そういうふうなことが起こったと。まあ、これはですね、まあ、実際ツイッターで当選画像を見ると分かるんですけども、で4等はゴミだけですね。で4等2つっていう最低保証の人もたくさんいるわけです。それがまあ 50% ぐらいいると。で、まあ、1等の確率は結構低いので、それこそ 2% とかなので、まあ、1等との格差って言われるとしょうがないよねって思うかもしれないですけど、3等以上が2本3本当たって20万30万の格差が生まれる、自分は4等2つのゴミってなった時にこうすげえ格差が生まれるってわけですね。で、まあ実際僕もですね MMORPG やってたんでわかるんですけども、オンラインゲームで課金数十万円分の格差が生まれるって、それかなりもうちゃぶ台返しに近いんですよ。またこの後でその実際外れた人の嘆きを紹介していくんですが、グラブルっていうのはもう7年も続いてるゲームで、まあ、古参の方も多いと。まあ、7年蓄積してきた財産って結構なものだったりするんですが、まあ、それでもまあ10万とか20万とか分だったりするんですね。そのインフレもありますから、ゲームっていうのは。でそこでですね、その0円の自分と他のプレイヤーで20万30万っていう差が生まれると、その今までの頑張りとか課金額っていうのがもうくじ1本でひっくり返るわけじゃないですか。それはね100万1000万課金してる人もいると思うんですけど、まあ、実際にはまあ10万20万ぐらいの人も多いわけで、その課金額とかも全部まくられると。これはまあね、怒り狂ったり虚無感に襲われたりするでしょうね。でさらにでかい炎上要素としては、まあ、確率の問題ですね。まあ、3等以上が当たる確率は 50% としてたということなんですけども、これが50じゃなくて5とかなら1とかならそんな荒れなかったはずじゃないですか。まあ当たったらラッキーだよねぐらいのくじだったら、まあ当たらない人が多数派なわけですから、まあ、そこまでかなと思うんですけど、 50% でめちゃくちゃ格差が広がるってなると、当たんなかった自分何なんだろうと思いますよね。実際メールの文章でも、これが3等以上の当選確率 10% とかなら当たらなくても運が悪かった、当たった人はラッキーだねって済まされる話だったと思いますが、 50% を外したとなるとダメージは非常に大きくと。当たる人が多いためツイッターでの当たり報告も多数出回っていたので、追い打ちをかけることになり今回の炎上につながったと考えますってことで、まあグラブルっていうのは結構長いことやってるゲームですから、まあ、コミュニティも発達してて、まあ、皆さんもね、そのツイッターのタイムラインとかでグラブルフォロワーとかをたくさんフォローしてると思うんですけど、その中で自分が外してて当たり報告がねタイムラインにバッと並ぶとね、やっぱ心に来るものがあるでしょうね。これが100人に1人とかあったら素直に祝福できたかもしれませんね。やっぱりその嫉妬する気持ちって、これ現実社会においても一緒で、あんまり雲の上の人とかには嫉妬する気持ち湧かないじゃないですか。僕ら YouTuber とかでもヒカキンさんがめちゃくちゃバズって嫉妬するってことはあんまないんですけど、やっぱ自分と同じくらいの YouTuber の人、まあ登録者とか再生数が同じくらいの人がめちゃくちゃバズったら、うわーこれいついいなーっていう風にやっぱなりますから、それに近い感覚ですよね。要は 50% っていうのは本当手書き届きそうだったじゃないですか。その手書き届きそうだったものが届かなかったってなると、これはねさぞショックなんでしょうねと。そしてもう一つ、まあ、確率ともう一つの要素ですね、景品が豪華すぎたっていうところ、まあ、この2つが掛け合わさったことで今回の炎上が生まれてるんですけども、確率が 50% だったとしても、まあ、景品が例えばね500円とか1000円とか1等で、まあ、5000円とかだったらそこまで荒れませんよね。これが10万とか20万だったらそりゃねっていう話ですね。あまりに豪華すぎたんですよね。もちろんその運営さんの頑張りですよ。これは本当に運営さんがすごいですよ。だって500円配る運営よりも10万円配る運営の方が、まあ、どっちが神運営ってなるかっていうと、それはまあ10万円の方がね神運営ってなるはずじゃないですか。一応数字だけ見ると結果蓋を開けてみたら、なぜか 50% に10万円配っちゃったと。めちゃくちゃね運営さんも出血大サービスしてるはずなのに大荒れに荒れてしまったっていうことなんですよね。で、まあ、グラブルでは格差っていう問題結構ちょくちょく言われてるらしくてですね、あのこのグラブルっていうゲームは強くなるために周回をしなきゃいけないってことなんですけども、まあ、他のゲームとの周回の違いっていうのは、まあ、クエストの試行回数に日数の制限があると。なので強くなるためには、まあ、コツコツ続けていくっていうのが大事なわけですね。なんでまあ無課金プレイヤーとかの人たちはコツコツやっていくわけなんですけど、まあ、それを全てひっくり返せるのがガチャですと。でこの格差に関してはユーザーが言ってるだけじゃなくてですね、このように運営からも対戦型イベント等もあり、報酬獲得量に格差ができて、サービスの長期運営に向けたゲーム全体のバランスの影響が無視できなくなってきつつあるというふうに言ってますので、やっぱり運営さんもね格差ってものをやっぱ認識してたし、まあ、問題視してたというところがあるんですよ。そこに来てこの絶対格差生まれますよイベントは来たので、なんだそりゃーっていうふうにまあなったわけですね。でさらにそこでね、そういったユーザーを煽る人たちっていうのがね、まあ、たくさん出てきたので、もう本当に火に油を注ぐ形で大炎上というわけですね。はい、ではですね、まあ、ここまで説明したら大体なんとなく分かる
かったと思います。僕もですねこの金額の説明とかを見てやばいなと思いました、正直。ここから楽しい楽しいツイッターの反響を見ていくコーナーです。まずですね、当選番号が発表されたこの8月16日のこの公式のツイート、この公式のツイートのリプライ見ていきましょう。6年間楽しんでやってきましたが、サマーフォーチュンで自分の中に何かがくすってしまいましたってことでね、4とか出てますね。次、こんなゲームやるだけ夢だって目が覚めた、運だけでかなり格差を生むゲームだから違うゲームやればと、4等が2つ当たってますね。当たった人は本当におめでとう、引退とは言わないけど本当にモチベース下がりました、4等2個ですね。とは、今後二度と課金しないし、無料ガチャ期間が終了したら合衆も買う手でしたがやめます、本当に金払うのバカバカしくなったってことで、これ僕ネガティブなツイートだけすごい抜粋してるわけじゃなくて、結構上から見ていくとこんなツイートばっかりでしたね。はい、であとはバズってるツイートを見ていきますと、売却引退ツイートですね。まあ、引退っつっても本当に引退してるのかと思う方も多いと思うんですけども、この方はなんと動画で自分が持ってるアイテムとかを売るっていうね、動画を出してもう引退宣言をするっていう、もう完璧な引退ですね、押してます。次はこの方、サービス当初からコツコツ遊んでたけど4等民だからが余計に今回の件で本当にやる気がなくなったかも、3等回復が嬉しいより逆に悲しくて惨めで苦しいと。というわけで、4等民っていう言葉ができちゃってるんですよね。もうね、4等しか当たんなかった4等民っていう、この階級社会みたいな言葉も生まれてます。ただ中にはこんな風に、最低保障でも俺はグラブルが好きだと、グラブル続けるぞというイケメンプレイヤーもいますね。であとはこんなツイートもありました。グラブル引退がトレンドにあったから眺めてたけど、辞めたければ勝手に辞めればって言ってる人が総じて3等以上当たってるのを見て、性格悪そうだなと思ったとか、グラブル引退のタグを使って4等しか当たってない人を煽ったり、説教垂れてる、3等以上当ててるやつを見つけ次第ブロックする作業に従事しているということで、煽りツイートを見ていくんですけど、たかがイベント一つでがっかりだとか格差がとかうるせえよ、今までこういうハズレのイベントあっても数ヶ月後にはガチャピン様来たりして気持ちリレッするじゃんって、引退って衝動的になってるのも普通にダサいしバカだよ、一回頭冷やせネットミンっていうこのツイートなんですけども、この人の当選結果を見ると2等2個来たんで手保証席にぶっ込んでグラフェス天井わら、2等は2つ来てます。次、まあこんな感じで、なんかクスッとしたとか言って、ね、煽ってますけども、この人は2等1本3等1本当たってますね。次、某カードの件まだぐちぐち言ってる人いるけど、もうねうざいうるさいめんどくさい、ふ笑わせんなみたいに言ってますけど、この人はちゃんと2等当たってますね。ソシャゲは格差あるもんだと思ってやってるし、幸いにしてグラブラカグチャ格差を少しでも縮めるように天井的にはあると思うんだけど、文句言ってるそうな人って自分で格差縮め努力してるのとは思う。2等来た、あざますってことでね、2等来てますということで、まあ、しっかりと説教垂れてる人たちが3等以上のね当たり報告してるわけです。しかもその当たり報告をドヤ顔ツイートした後に説教してるわけですから、これは相当立ち悪いですね。あ、じゃあそんなこんなんであれにあれまくったんで、8月17日公式からこんな発表出ました。サマーフォーチュンに関しまして、全帰空士の皆様に3等確定のフォーチュンカードを配布しますと。これはつまり、まあ全員ですね、4等当たった人も3等当たった人どころか、そもそもこのフォーチュンカードイベントに参加しなかった人も多分当たるってことでしょうね、全員配布なんで。でこれでね段落つくかなと思いきや、人数多いし面倒でできないと思いますが、4等しか当たらなかった人に対して配布してるって意味ないと思います。特に1、2等が当たった人にさらにサービスしてどうするんですか、もらえるのも嬉しいけどこの対応違うと思います、正解も分かりませんが、とか、まあ、こんな風に良くて3等までにするべきだったのでは、損してるわけじゃないのにモヤモヤします。またこんな視点もあります、元々の予定がどうであれごねた結果の配布という形になってるのは良くないということで、その何あげるとかあげないとかじゃなくて、ユーザーがごねたから対応するって良くないんじゃないのっていうとこね。でこれに関してね、なんで配布してんのにまた文句言ってんのと思うかもしれませんが、こちらをグラフで表現してる人がいました、まあ、こんな風にこう底が上がっただけでこの格差縮まってませんよっていうアピールですね、これは。でこちらまあ海外の方なんですけども、違うよと、1432だけじゃないよと、複数当たってる人もいるから、まあ、実際の格差はこんな風になってるよということで、まあ、全く3等全員配布しても変わってないと、まあ、そんな風に言ってますが、まあとりあえず運営としてはこれで一段落ということになり、このグラブル引退騒動はまあ引退者をある程度出したなと思いますが、嫌な事件だったねという感じで、まあ収束したというふうな感じですね。さて今回のまとめ兼僕の感想なんですけども、これ本当にサイゲームスさんの盛大な社会実験ですよ。これはもうサイゲスさんしかできないです。まずこれだけの金額をばらまける運営ってないですし、それはできるのは本当に最近ウマ娘で儲かったサイゲスさんしかないんだろうなと。でばらまいてみた、そのただばらまくだけじゃ面白くないから、なんか格差をつけてみたみたいな感じですね。金持ち系 YouTuber がやりそうな感じしますよね。でやっぱこれのポイントはね、さっきも言いましたけども、運がいい人だけが当たる宝くじみたいな感じだったらそこまであれんかったと。 50% っていう確率
2V1 って確率とライトプレイヤーがね数年間かけて蓄積したそんな財産を、まあ、そういうレベルの豪華なアイテムがもらえるっていうこの2つがね両立されたことでプレイヤー格差を生み、そこでその優越感からねアホり合いが起こってユーザー同士でこう揉めに揉めてプレイヤーの引退を誘発したと、まあ、僕この感覚はですね MMO やってたからなんとなくわかるんですよ。ゲーム内で10万円分とか20万円分貯めるの本当大変ですよ。インフレもあるし、まあそれだけガチャに投じてるってことですから、なかなかねスマホゲームに20万30万お金入れないじゃないですか。普通は資産をね作ってきて貯めてきてっていうところでやってきたと思うんですけど、それが 50% のくじで選ばれないとそんだけの差が生まれてしまうと、その自分が今まで蓄積してきた資産よりも当たった人がもらってる資産の方がでかいみたいなね、1年から数年の差が一瞬でできちゃうわけですよ。そこでこれは本当真剣にやってきたユーザーほど虚無感に襲われるだろうなと思いますね。これはですね実は動物実験でも証明されてまして、バズってるツイートにあったんですけども、公平感に関するチンパンジーの実験と、同じタスクをこなした2匹のチンパンジーに対して片方には豪華な報酬、もう片方には普通の報酬をあげるってやつなんですけど、この画像はですねチンパンジーじゃなくてオマキザルなんですけども、まあ、要は同じタスクをこなした猿に対して今までキュウリあげてたけど片方だけブドウをあげるとキュウリをもらってる猿が怒り始める、暴れ始めるっていう実験がありまして、まあ、これもう本当に動物の本能に訴えかける公平感の実験なわけですよ。要は今までと比べて何か損したか何か失ったかって何も失ってないんですよ。今回グランブルファンタジーのイベントに参加したユーザーも何も失ってないんですよ。何も減ってないけどもすげえ損した気がする、すげえ不公平感があるっていうことを味わえる、その唯一の方法が 50% で豪華な報酬を与えるってことなんですけども、いやこれをクリアしてきたグラブルさんすごいなと思います。実際ですね今までこういう格差系のことってありましたかってツイッターで聞いてみたんですけども、結構意見集まったんで、なんでまあこういうことは今までちょいちょいあったけども、まあ炎上まではいかなくて、今回ここまで豪華に振り切ったせいでめちゃくちゃ炎上したのかなっていうふうな気はしました。なので今回はまあそのバグとか課金で誰かが損したとかいう話じゃないので、ある意味微笑ましいというか面白おかしく紹介できる事件ではあったんですけども、規模が規模なので正直考えさせられる話だなというふうに思いました。ではですね、チャンネル登録するかどうかお任せしますので、よろしければもう一本中井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上中井戸でした。今後ともよろしく。